今回の、この総裁選の裏に、はい、まあ、どういう動きがあったのかっていうのを、うん、まあ、各種報じてるんですが、日経新聞の記事から見ていきたいと思います。高市氏保守色警戒招く、はい、唯一の派閥麻生氏の誤算ということですね、うん、はい、うん、石破氏が決選投票で議員票を積み上げた背景にキーパーソンとなった3人の首相の暗闘があった。首相が8月14日に退陣の意向を示した段階で有力候補とされていたのは、世論調査で高い支持率を維持する石破氏と小泉進次郎元環境省だった、うん、菅氏は6月頃に石破氏を評価する発言をし、同じ神奈川選出の小泉氏についても支持する考えを隠さなかった。3年前に首相の座を降りて岸田政権では非主流派の代表格だった菅氏、党内では今回の総裁選で復権を目指しているとの見方が出ていた。菅氏が石破、小泉両氏という2つの有力カードを握る構図を苦々しく見ていたのが麻生太郎副総裁だった、うん、はい、ということなんですよね、はい、麻生氏にとって自身と距離を置く菅氏が支える小泉氏を積極的に推す理由はない。麻生氏は石破氏だけはダメだ、女系天皇を容認するような発言も看過できないと指摘、冗談交じりに石破氏対小泉氏の決選投票になったら亡命するとも語っていたと、うん、はい、まあ、なんかそういう内輪の話があったと、はい、いうことですね、はい、そこで目をつけていたのが、はい、党員の根強い人気に勢いづく高市だったということなんですね、うん、はい、麻生氏は派内に慎重論があったものの、政治信条の近い高市を決選投票に残す方針を決めた。総裁選前日の26日になって麻生派の一部議員に決選投票で高市に入れると指示、他陣営に散らばる麻生派の議員票を1回目の投票から高市氏に寄せる道も探った。結果的に高市氏は1回目の議員票で、党内の予想を上回る72票を取ったが、投開票直前のこうした動きは保守色の濃い高市への警戒感を招いたということで、うん、はい、まあ、その情報が前日に出て、そうです、やっぱその党内で警戒感が出て、はい、あ、これ最終的には高市さんじゃ危ないんじゃないかというので、うん、はい、逆の動きが出てきたと、はい、うん、いうことですよね、はい、でもやっぱりその岸田さんなんかも、はい、動きを、そうですね、活発にしまして、その通りですね、はい、まあ、岸田さんは岸田政権の悪口を高市さんの応援団がしてる動画を見て怒ってたっていう話があるんですよ、うん、はい、要は岸田さんは、まあ、例えば今後ね、はい、例えば菅さん、うん、あと麻生さん、うん、結構高齢じゃないですか、はい、2人とも高齢で、やっぱいずれこの5年後には力がなくなる可能性もあるわけですよ、うん、菅さんはまあ75で若いんですけど、うん、ちょっとやっぱり今あの体多分ご病気かなんかかもしれないですよ。この前の会見見たらそうでしょ、もうちょっと厳しいと思いました。喋れてないじゃないですか、はい、だから多分菅さんが次に総理を狙うってこともなさそうだし、うん、あの裏で動くのもやっぱ5年しかできないだろうと、うん、でもあの岸田さんはもう陰性も引けるし、はい、再登板もできるっていう状況、うん、唯一のね、そうですね、あのあれなんですよ、60代だし、そうです、だからこの次の総理決めるときに自分が息がかかった方が勝たないと、はい、一気に力を失うっていうやばさもあるんですよ、うん、なのでどっちが勝つかというのは、うん、その岸田さんと、麻生さんと、うん、菅さんのその3人の中で岸田さんだけは本当に残らなきゃいけないんですよ、はい、あのね、あの年齢的にも、はい、それで多分いろいろ見てて、これ高市さんが勝ったら、うん、岸田さんがそこにグループで入ったとしても高市さんの周りっていうのは岸田政権がいかにダメかっていうのをずっと言ってた人たちが応援団にいたんで、はい、しかもなんならあの、はい、まあ岸田政権を潰した要因でもありますからね。あ、そうそうそう。その要は裏金問題っていうのが、はい、まあ、いわゆる裏金問題っていうのがかなり尾を引いてしまったわけじゃないですか、はい、そうですね、でその原因ってやっぱ安倍派に大きな問題が、はい、まあ、他の、ね、派閥にもありましたけども、はい、やっぱ安倍派のやっぱ金額にしても何にしても、はい、あの問題があったということなので、はい、うん、そこはやっぱりまたバチバチするものはありますよね。それで最後なんとあれですよ、もうあの宏池会同士のつながりがあるね、はい、麻生さんの方と組まずに、うん、割と仲の悪かった菅さんの推してた方に、はい、あの岸田さんグループが丸ごと行ったっていうね。しかもそれで総理大臣になるの石破さんですからね。そう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 。みたいな。
いやでも何が起こるか分かんないですよね。ドラマです。もう権力闘争ですね、バチバチの、ね、うん、本当に。でもやっぱこれが政治ですよね、はい、政治って権力闘争必ず伴うものなので、うん、そうそうそう、そだから今我々なんかこう批判的に見てる人も結構多いと思うんですけど、うん、はい、自分がその立場にいたら結局同じことをやると思うんですよね、うん、生きるか死ぬかですからね、うん、そこでやっぱりあの閣僚のポストを自分の、子分たちがね、はい、取れるかどうかっていうのは、かかってるわけですからね。そうですね、はい、まあ、自分が権力を保持して、はい、うん、でそして、まあ、政策を実現していくっていう、はい、そういう方向性だと思いますし、はい、なんかその正論だけ言ってても変わんないじゃないですか、うん、そうですね、うん、だから力を得て、うん、変えていくっていう、はい、まあ、そういう努力が政治の数は力ですからね、うん、はい、そういうことなのかなと思いますね、うん、はい、まあ、その高市さん今回2回目の総裁選敗れたわけですけど、うん、まあ、あの石破さんの例もあるので、はい、で、あの今回の役職受けないって話じゃないですか。そうですね、だからまあ今後もまだチャンスはあるんじゃないかなと、うん、これ次あるともうバチバチです ね、うん、そうっすね、コバホークもやるって言ってるじゃないですか、はい、高市さんもやるじゃないですか、はい、で、まあ、進次郎さんももちろんいるわけですよ、うん、でこれ林さんもいるわけですよ、はい、だから上川さんはないですね。上川さんはないと思いますよ、うん、で加藤さんも多分ないと思うんですけど、すね、うん、だからこの4人はバチバチだと思いますよ、はい、そうですね、高市、小林、林、うん、小泉、あとまた若手も出てくるじゃないですか。そうですね、うん、福田さん、はい、福田達夫もうなかなか、はい、多分出てくると思いますよ、うん、今回小林さんの多分福田さんは応援に、はい、ね、入ってますけど、陣営についてますけど、なかなか次以降は分かんないですからね、はい、そうです。いや、そう考えるとまた次も荒れそうな展開ですし、うん、というか、石破政権がどこまで続くのかっていうのも現段階では分からないので、あと、まあ、あと茂木さんですね。実力者ではあるんで、まあ、ただやっぱ党員票取れないじゃないですか今回の多分総裁選で、はい、それも身をもって体感したんじゃないかなと思います。意外と利光、意外と利光意外と利光、いや、増税なしっていうのは、はい、方向性は非常に素晴らしいものがあるし、ねはいはい、僕今栃木県に住んでるので、はい、やっぱ茂木さんにも頑張ってほしいなというのはあるんですけど、はいはい、まあどうかなっていう、はい、もう一歩進めて減税まで言うと、あ、強いメッセージだったかもしれないですね、うん、やっぱ、増税しないっていうのはやっぱりこうなんていうか一時しのぎでしょと、そうですね、いう感じがするじゃないですか、うん、いや、あとその増税しないって言っても、はい、結局社会保険料上がるんじゃないですかっていう、まあそうですね、ところですよね。もういろんなもん上がりましたからね、うん、じゃあ消費税を上げなかったら、はい、他何上げてもいいのかっていう、はい、その直接その税っていう名前ついてなかったら、はい、いいのかっていうと、はい、まあちょっとそういうもんでもないのかなと。そうですね、うん、結局その可処分所得がどんどん少なくなってしまうっていう現状があるので、うん、まあそこはやっぱちょっと整理して考える必要があるのかなと、ね、はい、そうですね、はい、本当に、まあ、でも面白いイベントというか、自民党にしてみたら、ね、うん、こんだけ長い間引っ張ってニュースをずっと提供して、うん、はい、最後にあれ多分視聴率すごい良かったんじゃないかと思うんですよ。いや、と思いますよ。もうだって各チャンネルやってたじゃないですか、はい、NHK はじめね、はい、全部やってすごいドラマだったん で、ね、まあ、勝ったのが石破さんかよと。そうですね、いうのはありますけど、なんか祝杯をあげようとしていた人が急に焼け酒飲むみたいな、はい、そんな感じのお酒用意したけど、そんな感じでしたね。ですよね、はい、いや、僕なんか意外すぎて笑っちゃいましたもんね。はい、もう本当、みたいな、ここかよなんか票をそれ数え間違ってんじゃないかなというくらいの、はい、なんか衝撃がありましたけどね。石破だけは入れないって言ってた議員たちどうなったんだよって思いましたよね本当に、はい、もうこれが政治かと。そうですよね、はいはい、まあね、そういう驚きの展開ではありましたけど、はい、まあ、これも決定したわけですから、そうです、まあ、石破体制で、まあ、しばらくはやっていく、うん、ということなので、まあ、しばらく見極めたいなというところですよね、はい、動画のご視聴ありがとうございました、動画への評価、そしてチャンネル登録もお願いします。カズヤチャンネル GX では、毎日18時に動画配信、毎週水曜日20時半からは生放送も行っておりますので、ぜひご覧ください。